村雨は、海上自衛隊の護衛艦。村雨型護衛艦の一番艦。艦名は、ひとしきり降っては、闇、やんではまた降る雨に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍春雨型駆逐艦、村雨、白露型駆逐艦、村雨、海上自衛隊の村雨型護衛艦、村雨に続き四代目にあたる。村雨は、 中期防衛力整備計画に基づく平成3年度計画4400トン型護衛艦2 2 3 5号艦として、石川島張魔重工業東京第一工場で1993年8月18日に寄港され、1994年8月23日に浸水、1995年7月18日に行使開始。 1996年3月12日に、就役し、第1護衛隊軍第48護衛隊に、編入され、横須賀に配備された。1997年2月4日、犬坊崎島南東約60キロメートルの洋上で、遭難した船舶の横浜海上保安部からの、情報を受信し、護衛艦、海霧、甘霧、千歳、第21航空軍、 第4航空軍 P-3C 対戦哨戒機2機、UH-60J ヘリコプター1機、下宇佐教育航空軍と共に救助活動を実施し、中国人と思われる乗員34名を、ヘリコプターが救助、海上保安庁ヘリコプターが救助した9名と合わせ、全員救助する。1997年3月24日、 1> 第1護衛隊軍令下に第1護衛隊が、新編され同日付で収益した、春雨と共に編入された。1998年7月6日から8月6日の、相場護衛艦、白根、霧島、春雨、補給艦、と和田潜水艦、林尾と共に艦隊平用合同演習に参加した。1999年11月7日、 横須賀周辺を呼び、相模湾にて、在外邦人等輸送訓練を行う。この訓練では他に護衛艦、白根、甘霧、総海母艦、浦賀、補給艦、十和田の艦艇、陸上自衛隊からは、第一空艇団で編成された誘導隊が参加した。2000年5月から、護衛艦、倉間、島風、霧島、春雨、夕立、霧雨、 朝霧、補給艦、浜名、潜水艦、夏潮とともに艦隊平洋合同演習に参加した。2001年9月6日からオーストラリア建国100周年国際観艦,艦式に参加するため、春雨とともに派遣されたが、アメリカ同時多発テロ事件の発生により、国際観艦,艦式が中止となり、10月11日に帰国した。2002年5月11日から、 護衛艦、霧島、は、紛り、イカズチ、潜水艦、夏潮とともに艦太平洋合同演習に参加した。同年10月13日、東京湾で実施された、海上自衛隊、創設50周年国際艦艦式では、潜動艦を務めている。2004年2月16日から4月8日まで、輸送艦、大隅とともに、 イラク人道復興支援活動に従事した。2005年3月19日、近海練習公会に参加のため練習艦、鹿島、護衛艦、夕霧と共に枝打ちを出港する。神戸港、四日市港、大港基地、横須賀基地、東京晴海埠頭に寄港した。その後、遠洋練習公会に参加し、イギリスのポーツマスに寄港の際には、 トラファルガーの開戦200周年、記念国際観艦式に参加している。2007年4月16日、暴走半島港沖で、護衛艦、霧島、イカズチ、高波と共に、インド海軍エリー級ミサイル駆逐艦、マイソール等と、米印資料海軍との初の三カ国共同訓練を実施した。2008年1月24日、新テロ特措法に基づき、 補給艦、お海とともに、インド洋に派遣、同年2月21日から、補給活動を再開、5月まで任務に従事し6月4日に帰国。2009年10月27日から30日の間、シンガポール共和国主催拡散に対する安全、保障構想会場阻止訓練に参加した。2010年5月10日、 第5次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、夕霧とともに、ソマリア沖へ向けて出航し、同年6月5日から9月16日まで34回の戦団護衛を実施、同年10月15日に横須賀に寄港した。2012年1月21日、第11次派遣海賊対処行動水上部隊として、春雨とともに、 ソマリア沖、アデン湾に向けて、横須賀基地から出港し、任務期間中、合計188隻を護衛した。帰国途上の同年6月16日には両艦、春雨と共に、インド西方海域にて、インド海軍の小海艦、シャラダと高速戦闘艇、カルペニ、が参加する共同訓練を実施、同年7月5日に、横須賀に帰港した。 2013年6月22日から26日にかけて、グアム周辺海域において非米豪共同訓練に参加した。2015年3月18日、第21次派遣海賊対処行動水上部隊として、イカズチと共に、ソマリア沖、アデン湾に向けて、横須賀基地から出港、同年7月まで任務に従事し、帰国途上の8月19日には、 マレーシア西方海域にて、マレーシア海軍との親善訓練を実施し、8月30日に横須賀に寄港した。2018年7月24日から26日にかけて、横須賀港並びに、暴走半島沖の海空域及び、伊豆半島沖の空域において実施される p s y 海上阻止訓練、パシフィックシールド18に参加する。 2019年3月8日から英海軍フリゲートモントローズの訪日に伴い東京港ハルミフ島においてホストシップを務め14日にモントローズと共にハルミを出港し翌15日にかけて本州南方海空域において米海軍を呼び英海軍との共同訓練に参加するその他海時からは P-1 召回域及び潜水艦が 米海軍からは P-8 アンペア哨戒機が参加し、対戦船訓練、通信訓練、航空機相互発着艦訓練等を実施する。同年4月30日から7月10日にかけて、護衛艦、出雲とともに、平成31年度インド太平洋、方面派遣訓練に参加する。派遣中に、ブルネーダルサラーム国、マレーシア、フィリピン共和国、 シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国を訪問し、シンガポールのチャンギ港周辺で実施されるアドミム、プラス海洋安全保障実動訓練及び同国で行われる国際海洋防衛装備展示会アジア2019に参加する。進出途上の5月3日から9日にかけて、九州西方から南シナ海に至る海区域において、米海軍、 インド海軍及び、フィリピン海軍と共同巡航訓練を実施した。参加部隊は、米海軍ミサイル駆逐艦、ウィリアム・ P ・ローレンス、インド海軍ミサイル駆逐艦、コルカタ及び、補給艦、シャクティ、フィリピン海軍フリゲート、アンドレス・ボニファシオ。5月19日から22日には、スマトラ島西方海空域のインド洋において、フランス海軍、 オーストラリア海軍及び、米海軍と、日仏合前共同訓練を実施する。参加艦艇は、フランス海軍原子力空母、シャルル・ド・ゴール、ミサイル駆逐艦、フォルバン、フリゲート、プロバンス、ラトゥー・シュトレビル、補給艦、マルヌ、オーストラリア海軍、フリゲート、ツー・ウムバ、潜水艦、米海軍ミサイル駆逐艦、ウィリアム・ P ・ローレンス。2020年8月30日、 第三次派遣情報収集活動水上部隊として、中東方面に向けて、横須賀基地から出港した。その後、新型コロナウイルスの感染者がいないかを確認するため日本近海で待機した上で、およそ200人の乗組員全員の PCR 検査を行い、その結果、9月1日、20代の乗組員1人の感染が確認された。これを受けて、村雨は、 急遽、横須賀基地に引き返し、中東への派遣は延期されることとなった。その後、全乗組員に対し、再度 PCR 検査を実施したところ、全乗組員の陰性が確認された。健康観察を経た乗組員の体調等に異常がないことを確認した上で、9月16日に横須賀基地を出港し、中東方面に向け進出した。10月6日、 二次隊の霧雨から中東地域における情報収集活動の任務を引き継いだ。同年11月17日、アラビア海北部海空域においてヒコメジル共同訓練に参加した。米海軍からは空母、ニミッツ、巡洋艦、プリンストン、駆逐艦、ステレット、P-8A が、インド海軍からは空母、ビクラマディチャ、駆逐艦、コルカタ、 ジェーン内、フリゲート、タルワー、潜水艦、艦デリ、補給艦、D パック、P-8i、ミグ -29k、ドーニア等が、オーストラリア海軍からはフリゲート、バララットが参加した。2021年1月20日、中東方面における、情報収集活動の任務を4次隊の、鈴波へ引き継ぎ、同年2月11日に、横須賀基地へ寄港した。 同年6月2日、関東南方訓練会空域において、豪海軍、フリゲート、バララットと、日豪共同訓練を実施した。同年8月20日から11月25日にかけて、護衛艦、加賀、白縫い及び、搭載航空機4機とともに、令和3年度インド太平洋方面派遣訓練に参加する。 海事からは他に潜水艦一隻、第一航空隊、第十一飛行隊所属の P-1 哨戒機一機が参加し、インド太平洋地域の各国や同地域に艦艇を派遣している欧州主要国の海軍等との共同訓練等を実施する。8月26日から29日にかけて、西太平洋において実施された飛行目印号、共同訓練に参加した。 米海軍からは、駆逐艦、バリー、補給艦、ユーコン、P-8 アンペア哨戒機が、インド海軍からは、フリーゲート、シバリク、コルベット、カドマット、P-8 アイが、オーストラリア海軍からはフリーゲート、ワラマンガが参加し、対戦戦訓練、防空船訓練、洋上補給訓練等を実施した。9月1日、パラオ周辺海空域において、 パラオ共和国海上保安局巡視船、ケダム、レメリーク2と非パラオ親善訓練の実施した。9月18日には、オーストラリア北方海空域においてオーストラリア、海軍小海艇、マイトランドと共同訓練を実施した。同月24日、インド洋東方海空域において、ドイツ海軍フリゲート、バイエルンと、日独共同訓練を、29日には、 米海軍補給艦、ユーコンと、日米共同訓練を実施した。10月6日から8日にかけて、インド西方海空域においてインド海軍駆逐艦、コチ、フリゲート、テグなどと日印共同訓練を実施した。同年10月11日から14日にかけて、加賀と共に彦目印号共同訓練フェーズ2に参加する。米海軍空母、カール・ビンソンほか、米海軍、 陰海軍、豪海軍の艦艇、航空機と対戦線訓練、対水上訓練射撃、洋上補給訓練等を実施する。10月15日から18日には、空母、カール・ビンソンほか、米海軍、豪海軍の艦艇、英海軍空母、クイーン・エリザベスを中心とする英国空母打撃軍と、非米合衛共同訓練を実施する。 同年10月29日から11月4日にかけて、南シナ海において、米海軍空母、カール・ビムソン、巡洋艦、レーク・シャンプレーン、シャイロー、駆逐艦、ミリウスと、日米共同訓練を実施した。11月7日には、カムラン沖において、ベトナム海軍フリゲート、ディン・ティエン・ホアンと、日越親前訓練を実施した。 11月8日から12日にかけて、南シナ海において、駆逐艦、ミリウスと、日米共同訓練を、11月14日には、フィリピン海軍フリゲート、ホセリサールと、日比新前訓練を、11月16日には、海事潜水艦、P、P-1 哨戒機、米海軍駆逐艦、ミリウス、P、P-8 へと、日米共同対戦訓練を実施した。 第一護衛隊軍第一護衛隊に所属し、提携校は横須賀である。ありがとうございます。